本日24日の日本時間午前10時ごろ、5隻の船体と乗組員全員計24名は北海道根室に向けて出港したと報告を受けております。今月17日に北方領土周辺で日本とロシアの協定に基づいてタコ漁を行っていた根室の漁船5隻はロシア側から記録をせずに6トンを超えるタコを取ったとして国後島に連行されていました。ロシア側に罰金およそ1130万円が支払われ、午前10時ごろ乗組員24人全員が解放されたということです。国後島の古釜マップを出た5隻は根室に向かっていて、体調面に大きな問題がある人はいないということです。